よかったな。はい。はい、カームでーす。いつもご視聴ありがとうございます。はい。はい、12月になりましたね。ということで、島村に行ってきました。はい、欲しいものがあったからちょっと行ってきました。で、そこで、偶然欲しいものの中にはなかったものを見つけてしまって、もう一目惚れだったので買ってしまったものが1点あります。はい、よいしょ。それじゃあ、島村で買ったもの3点と、これはセカスト古着屋さんで、これもまた一目惚れしたものなんですけど、1点のご紹介です。それでは始めます。スタート。はい、じゃあまず1点目、こちら島村です。じゃーん、ボーダーですね。はい、こちらは、ボーダーのこれカットソーですかね、シーズンリーズンで、なんかで暑い中フリースなんですね。なのでこれ1枚というか、これだけでも暖かい感じがすると思うんですけど、はい、お値段なんと1290円と消費税です。はい、シーズンリーズ、サイズは L ですね。はい、今日履いている黒いコーデュロイパンツにも今合うんじゃないかなと思いました。はい、後ろの方が少し、後ろ身頃の方が少し長めですね。はい、L サイズでも こういう感じ、着てないからまだわからないけど、お袖も長めになってるような気がします。はい、襟はこういう 丸首。ちなみに今着てる服も、島村です。はい、リバーシブルだと思うんですよね。表示がここに左側にあるから、このタグだから両方着れるかなと思って、今日は、ボタンを後ろにして着てみます。はい、ということで、こちらの商品は、はい、シーズンリーズンでのこれ欲しいなと思ったので、はい、ゲットしました。はい、次、はい、じゃあこちらも、シーズンリーズンです。これはね、インスタで見て、なんかスタッフさんたちの会話の中でこれはいいねっていうのを読んだので、はいはい、これは、デニムコクーンパンツですね。じゃん、サイズは L です。2200円と消費税安、シーズンリーズ。はい、結構黒じゃないけど、なんだろうな、私が今持ってない色かもしれない、なんかグレーっぽい方のこういうパンツ、裾が可愛い。ちゃんとこれにコクーンになってますね。はい、コクーンです。で、なんとなくゴムも入ってますね。はい、で、L サイズじゃなくても多分入るかなと思ったんですけど、私は身長がある方なので、この L サイズ、そして最近太ったということもあり、L サイズを選びました。で、もしね、緩かったら、ここにベルト通せばいい話だし、はい、で、そうですね、まあ、履いてないけど、履いた感じだとしても、くるぶしぐらいの丈感だと思います。ここで履いても、かわいいですね。これは太さもなんかいいし、あとなんかね、厚みがある。こういったなんかシーズンリーズのパンツでも結構薄いのって多いけど、はい、で、後ろポケット、はい、こんな感じですね。ここにこういう感じで入ってるから、お腹のぽっこりもうまい具合に隠せるのではないでしょうか。はい、です。はい、これでいいと思います。言ったら LL サイズとかそういうの結構残ってることがあるんだけど、これは本当にね、これしっかりしてる生地だし、それで2200円と消費税だからすごいなと思います。はい、中黒中黒グレースニクロみたいな、なんて言うんだろうね、これ真っ黒じゃないけど黒に近い、なんか擦れたような黒です。はいはい、じゃあ島村ラストなんですけど、これはもう好き嫌いがはっきりするかなと思うんですけど、じゃーん、はい、アニマル柄の帽子です。はい、こちらは1290円と消費税です。はい、名前がレオパードファーバケハだから、バケットハット、バケツハット
はい、です。多分この辺かなんか被った写真か何か載せておきます。今日はもうベレー帽かぶっちゃって、ここお団子にしてちょっとセットしちゃったから、はい、写真で、はい、これもね流行りなのかなと思うんですけど、この帽子、メンズコーナーのところの服にポンってかけてあった、服の人形の頭にポンってかけてあって、あ、これ誰が男の人よ、いや関係ないかなとか、サイズが59で、私頭が絶壁で小さいんですよね、うん、だから59ってちょっと大きいかなって思うんだけど、だけど全然なんか三つ編みとかして、写真載っけておくとしたら三つ編みとかしてかぶってると思うんですけど、私的には全然違和感がなくて、しかも暖かい、はい、すごく暖かいです。で手触りもいいし、この1290円でこれが買えるっていうのはなんかすごいお得かなって思ったんですよね。でなんかこうシンプルな、今日はちょっと柄だからこういう帽子だけど、シンプルな服の場合が割と多いから、最近そういう時のアクセントとして使いたいなと思って購入しました。この値段だったらなんかあーって思わないかな失敗したわとかないかなと思って、かわいいですあくまでも個人の感想ですはい、ということで島村で3点、はい、買い物してきたんですけど、はい、でですね、これで島村終了で、セカンドストリート、古着屋さんにちょっと寄ったんですよね。そしたらなんとなんとなんかときめいてしまいまして、はい、ダッフルコートでーす。はい、結構重み、まあそんなに重くないけど重みはあります。でサイズが LL で、最初メンズなのかなと思ったんですけど、その前に値段なんですけど500円と消費税ねはい、なんかのメーカー品なのかブランドなのかさっぱり分かりませんけど、特に目立った傷とかもなく、なんか毛玉とかもないし、ここがね手垢とかそういうので真っ黒でもないし、この首のところに毛玉ができてるわけでもなくて、はい、何か足りないものでもあるのかもしれないけど、というかないと思うんですよね。しっかりとした作りで550円、これをちょっと羽織ってみましたね。これはねセカストだから一点物、その時行かないと売ってないから、島村じゃないからね、はい、こんな感じで、フード、私フード好きなんですけど、はい、フードも取り外しできますね。これ何かの、ブランドなんでしょうか、よくわかりませんでもすごいしっかりしてます。しっかりとした作りで、はい、ちょっとこう、ね、カジュアルめの好きな私としては500円でこのおじさんみたいな、おばさん、おじさんコートみたいなね、描いてとても良かったと思うんですけど、はい、中でこうここの金具もしっかりしてますね。でここでね締めてね、はい、よいしょ、はい、スムーズですよ私がただもたついてるだけ、はい、で、はい、ちょっとウールかな、ちょっとチクチクする感じもなきにしもあらずだけど、私はこういったアウターを L ではなくて LL とか、肩幅がちょっとガタイがいいからね、中に服を着ちゃう、はい、こんな感じですね、はい、なんかねここにボタンついて、なんかあちこちでねなんかできるのかなちょっと分かってないですけど、あ、ここにこうやって止めたりとかできるのかな、そうだね、やってみよう、よいしょ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 、お、これだったらもうマフラーどうですかね、こうやって立ってもいい、マフラーしなくてもっていうかあってもいいけど、私は冬マフラーとか必ず外ねするんですけど、ちょっと変わった感じですけど、はい、こんなのを買ってしまいましたよっていう、はい、なので、私はよくブランドがわからないので、ちょっと Google とかで調べてもブランドなのかカジュアルブランドなのかわからないけど、ノーブランドでも全然いいんですけど、はい、こういった550円でプチプラの古着といっても汚くない、汚れていないような感じのものを選んで、はい、ときめいたので買ってきてしまいましたはい、ということで今回は、島村3点と、偶然出会った、はい、こちらのダッフルコートですね、
ちらのご紹介でした、うん、何かの参考になりましたらチャンネル登録評価コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。あったかいでーす。